はい、というわけですね、首都圏の各高速道路へ順調に動いてるみたいですけれども一般道の様子は、どうでしょうか。交通情報センターの小島さん、混んでます結構全然ダメです。だってさ全然ダメです。分かんないよそんな急に俺ら車乗んないもんだってでもラジオは聞くだろ。ラジオロケで移動とかでラジオ聞くだろ。聞くよ、大体耳に入るだろ。今混んでる今ダメ、もうダメです。ファミ通ポッドキャスティング6回目、本日無事迎えることができました。私この番組の MC を務めアスプロの鈴木です。ファミ通ウェブ DVD 副編集長のルパン小島です。でこれだよこれ。お、我々の目の前には四角い小箱が2つ。これ本当嬉しかったよ。嬉しい、うん、言えよなんだよ。いやこれ本当嬉しかった。もう、ポッドキャストね聞いてくれてる、おやびんさん、ポネム、ポネムおやびんさん、はい、女性の方ですよ。女性の方2個ちょっと開けてみよう。 おはがきがお、ちょっと読んでください。ファミ通ウェブ DVD 皆様へ。あ、皆様だ。俺とお前じゃねえやなんだ仕事の合間なのでラッピングまでする時間がありませんでした。チョコレートだけでごめんなさい。皆様お体に気をつけてお仕事頑張ってください。本誌もポッドキャスティングも楽しみにしています。では仕事に戻ります。ポネム親瓶こと、まあ本名だと。なるほど。親瓶さん、親瓶さん、ありがとうございます。いや、おお、すごいじゃんこれ。つぼ入りだ。それで重いんだこれ。あ、おお、すごい。このなん、ちゃんと焼き物に ね、 ねこういうこういうのにね、細かいね、マッサージのね。あら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 、これちょっと食べていいかな。ちょっと一つじゃあ食べてみましょう。いただきましょうか。どうですか。うん、甘い、甘い、生チョコ系っていうかね、うん、周りにカカオパウダーがこうやってまあそんなわけでですね、おやびんさんね、はい、ありがとうございます。これ編集スタッフで皆さん後でみんなで食べます。みんなでね、はい、というわけで2月最後のファミ通ウェブ DVD ポッドキャスティングスタートしたいと思います。さあタイトルコールはですね、はい、チョコを2つほど口に頬張った小妻くんがですね、はい、このチョコの美味しさを込めて、今日は親民さんに向けてですね届けます。それでは行ってみましょう。オープニングタイトルコールどうぞ。ファミ通ウェブ DVD ポッドキャスティング6回目ドハンパですけどね。さあね、いよいよファミ通ウェブ DVD、はい、4月号の発売がですね、はい、2月28日、今回はもう下ネタなんか言ってないでファミ通 DVD の番組なんだから2月28日発売のファミ通 DVD のことをですね、うん、いっぱい話さなければいけません、うん、その前にトリノですよ。トリノトリノカーリング、女子カーリングあれは面白いよ。何が面白いんだよ。キャプテンの小野寺がすげえ。あ、そう、カラーリングって、カーリングカーリングカラーリングはまあ色塗りだよね。カーリングか。ひどい。あれは何、どういう、いや、だから分かんない、聞いてる人も分かんない人多いと思うんだよ。カーリング、ちょっと説明してくれよ。俺もよく分かんねえんだよ。なんだよ、あれひでえんだよ。だからさ、ネットとかでさ、今トリノオリンピック特集なんつってさ、コンテンツあるじゃない。あれね、ルールはまだどこも書いてねえんだよ。開催日程とか選手とか見どころなんて適当に書いて、細かいルールを書いてねえんだよ。お前それ書いて送ってやれよ。じゃねえか。だ、俺はよく知らねえ俺も知りたい側なんだよ。あ、そうか、いいか。ファミ通ウェブ DVD ファミで4月で、それを踏まえてファミ通ウェブ DVD4 月号ね、踏まえんのか。踏まえて、というわけで、カバーゲーム、はい、カバーゲーム、ファイナルファンタジー12。ファイナルファンタジー12ですよ。いよいよ、いよいよ出ますか。いよいよ出ますね。3月16日にソフトが発売されるんだけど、はい、なんと、はい、2月の28日発売のファミ通ウェブ DVD に、あ、もう序盤の街のシーンと、はいはいはい、あと戦闘、今回ね戦闘のシステムがすごいね、うん、アクティブディメンションバトルっつうんだ、うん、どうせ説明できないだろう。まくうまくはできない。見りゃ一発だからだからあれでしょ、この映像が、うん、このタイミングで見れるのはファミ通 DVD だけなんだよ。これはすごいやったな。これはいいか、もう続けていっちゃう、やり込み、やり込み、やり込みも今回すごいぞ、はい、バイオハザード4、お、超絶最速タイムアタック&マーセナリーズスコアタイムアタックスコアアタック、ね、アタック、売りはな、うん、あれだ、早すぎてカプコンの人もびっくり。早すぎてっていうのはこのタイムアタックの結果がもうありえないと、ね、そう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 、あらあらあら、もうやり込みっつったらもう相当ね、なんかすごいですから、うん、で人気コーナーとして、あとはメグーの、そう、
これね、ちょっと突然なんだけど、お、豊藤めぐみの明日晴れリーナ、今回で最終回です。あらあらあら。で、なんだかわかんないんだけど、僕と今までを振り返ってる、まあ、メモリアル的な番組になってます。なるほど、まあ、番組見てもらった後に、一応めぐみちゃんの方から、うん、めぐの方から、うん、まあ、重大な発表もあるので、ぜひ、あの、お見逃しのない。重大発表ありと。うん、そうそう、この辺の詳しくはもちろん2月28日発売のファミ通ウェブ DVD。4月号にてと。そういうことです。いやいやいや、すごい。なるほど。なるほど。なるほど。このままちょっと一気にいった方がいい、ね。一気にね、読むにはやっぱりね、選手も集中しなきゃいけないと思うんですよ。だからちょっと一歩、この拳一個分まで前に行って、背筋を伸ばして、はい、で、いい。おいおい、ダメだよ。これ動かしちゃダメだよ。マジで？そうだよ。いや、今、ルパン小島くんの頭には、先ほど、親民からもらったですね、壺入りのチョコレートが、グラグラしながら、はい、用意スタート。他にも、企画ものいっぱいです。アメリカザリガニの機械の体、音ゲーに挑戦します。坊主、坊主、バルタイム、俺たちは必ず正解するクイズの後編です。電動 TV は、なんと、2本立てです。特別企画、狼、狼開発ルームにカメラが潜入してます。こちらも見逃さないように。それから、格闘ゲームコロシアム、デッドアライブ4、超絶コンボ集、それから、それから、モビーとブンブンの入れ講座、現役日本チャンピオンに大空が挑戦。それからね、あの、匠っていう、匠、シルバービドーの匠のステージを作ってみたりとか、あとジャガー現象、ジャガー現象もね、いよいよ登場ね、すごいやってるよ。それからバナツ、こっちも、好評です。赤間都市シリーズ、これちょっと、モラちゃんの衣装はどんなだ、見てくれ、ちょっとこれ撮ってくれ。おー、すごい、やるね。というわけでね、いろいろ企画ものが一気に、アメザリ、坊主、電動、これね、オオカミ、本当にすごいんだ、4月号。マジでぎっしり、ぎっしり。まだ2枚組ですか、 DVD は。これね、ほんとスタッフほんと頑張った。そんなですね、コンテンツ収録映像と盛りだくさんの4月号ですが、さらに一押しコンテンツ、今回ね、これびっくりなんですけども、一押しびっくりちゃんですね。これはだから下ネタ大嫌い。全然下ネタじゃないですよ。そういうのがよくないんです。そうやって下ネタ、下ネタだっていうのが。そうか、だってあれね、俺らの地元にはね、女の子で栗林って女の子がいたの、みんな栗ちゃん栗ちゃんって呼んでたからね、普通に、それお前は下ネタだなんだっつってさ、頭の中そんなこといっぱいなんだろお前、実は。いや、そうだよ。いっぱいだよ。いっぱいが、いっぱいだよ。そんないっぱいなるパンだけども、今回4月号頑張って作った。そう、その中でもこれ一押しコンテンツ、ね、面白かったのが、クリエイターの三者対談、まあ、対談というかクリエイター、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 略して、略して、クリちゃんだ。クリちゃんだ。つながってる、すごい。まあ、そんなクリエイター三者対談が、うん、これがメンツがすごい、メンツすごい、キラーセブンのさ、ほら須田さん、はい、須田浩一さんの、まあ、はい、イベントに、そのお二人がゲストで来てみたいな、そんなノリなんだけども、うん、そのお二人というのが、小島秀夫監督、それから飯田和俊さん。なるほど。これがね、まあちょっとあれで、ゲームの話はほとんどしてなかったけどね、うん、面白いんだよ。まあでも、なんつうの、お三方その映画にも精通して、割とそのゲーム以外でもいろいろね、知識の広い方ですから、うんうん、なるほど。ね、今回のファミツウェブ DVD の中でも、なんかしかも何、この3人で一緒にゲームを作ろうなんて当日盛り上がったと。そうなんだよ、盛り上がってた。とある映画を原作になんていう話も出た。その詳しくはどんなこと話してるかっていうのは、ぜひぜひファミツウェブ DVD4 月号をね。そうそう、だこういうイベントって言って、どうしても東京であったりとかして地方の方はね、見に行けないですから、うん、そうだね、もうこういう、そういう時はもうファミツウェブ DVD4 月号、2月28日発売。いや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 、買えばですね、すごいな今日は。ということですよ、うん。というわけですね、はい、2月28日発売が楽しみな、はい、ファミツウェブ DVD ですね、4月号、はいはい、あとあのメール、メール、感想のメールね、うん、まあ、あのファミツウェブ DVD のホームページからメールポチッとね、ポッドキャスティング宛て、一応ポネームも書いていただければですね、はい、ポネームでいいんだよな、ポネームで、だって書いてあったよほら、うん、ポネーム親分なんでそういった、あ、やだな。じゃあポネムで、ポネムを書いて、はい、いただければ、あのこちらの放送で読まれるかもしれません、はい、というわけでね、お相手はポルモ鈴木とルパン小島でした。